ギターフロンティアへようこそ。はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。さあ今日は5月の10日火曜日になりましたよ。連休明けお仕事2日目って方も多いと思うんですけども、どうですか、もう少しはね、なんとなく慣れてきたんでしょうか、仕事に、ね、もう10日もさ、ね、中にはもう休みの人もいたわけでしょ。なかなか戻らないよね、感覚ね。僕もそういうわけで、今日はあの火曜日ですから、定休日ですから、多分この時間、これはまあ当然事前にね撮ってる動画ですから、今頃多分死んでますね、部屋でね。多分まだダラダラしてると思います、ね、もう大体もう今日俺の顔疲れてるでしょ。自分でもさっきね、鏡でこう一応身だしなみこう整えてやろうとしたら、なんか髪がね全然なんかまとまらないしね。いやーね、まあいいんですけど、さあ今日はね、まあ例によってこの昨日も今日も12時にねアップするようにセットしてますから、お昼休み見てると思うんですけども、今日もまたあれですよ、争奪戦。もうお弁当食べてる場合じゃないかもよ。今日はジャパンヴィンテージでグレコなんですけども、これ多分ですけど73年か4年ぐらいなんですよ。1973年か4年のグレコの303、いわゆるギブソンのダブモデルの、まあ、コピーモデルというかね、というギターなんです。不次元性です。ちなみにね、74年までがグレコブランドで出して、75年から例のキャンダね、あの神田商会さんですからね、グレコキャンダ、神田じゃない、キャンダっていうねブランドで出してました。トップはスプルス単板、サイドバックもあのメイプル、あのそんな派手じゃないんですけど、しっかりトラメ出てます。後でねアップしますけど、そしてねこれあの調べたんですけど、このほらこことか、特にピックガードのこれ歯と、これ貝なんですって、本物の。すごい凝ってますよね。さあこちら、まあそれなりの年式立ってるんですけど、傷とかもありますので、あとあの多分当時のハードケースだと思うんで、そちらの方もこちらのカメラでチェックしてください。どうぞ。それでは細かいところを見ていきましょう。1973年から74年だと思われます。グレコの303、ギブソンのダブタイプ、ダブコピーモデル。それでは膝の上に置いてゆっくり細かいところ見ていきましょう。まずボディートップ。ほらこの辺はね非常に綺麗です。ずっと綺麗で、ほらここブリッジにちゃんとこれ貝なんですって、貝で作ってあります。でずっと綺麗なんですけど、ここでここで大きな傷がございます。一箇所。ちょっとここに小さいのが一箇所。わかる？ここ。ここはもうほとんどわかんないか。こっちも綺麗。そしてね、ここが残念なポイントが、せっかく、まあ、後で説明しますけど、この素敵な、すごい本格的な、本家並みなんですよ、これ。わかる？この、鳩が、ここも貝でできてるんですって、貝ちゃんと埋め込んで。すごく状態いいんですよ。この塗装というか、なんか色入れてるところも、オチがないんですよね。すごいよくできてるんだけど、剥げてきたところ、前の朝、ここね、多分、セメダインかなんか塗って、こう、ちょっとはみ出したのが、後に残ってるんですよ、少し。だいぶ磨いたんだけど取れないんで、まあ、こんな状態です。そしてここもちょっと傷がございます。はい、ラベル見えますでしょうか、グレコ303。フレットはね、そうですね、残りそうだな7割ぐらいって言っていいと思います。そんなに減ってないですよね。指板も綺麗です。ポジションマークもこれ綺麗ですね。ここは多分アバロンではないですね。こっちもアバロンではないけど貝なんだろうね。こっちも貝じゃないと思います。さあそしてヘッドです、ね、クラウンマーク、そしてこのグレコロゴ、そしてカードにちょっとぶつかった傷がございます。そして後ろにしてみます。ペグをねちょっと見てください。この星マークのこの時代ね、まあまあいい機種にこれついてましたよね。各社いろんなメーカーでこれ使ってましたよね。はい、でヘッドは本当にギブソンのヘッドなんですよね。形がね、形がギブソン形になってます。ネックも綺麗、まあまあ綺麗、うん、ネックは綺麗ですよ、本当にそんな傷ないね。ここにうっすらと汚れがあるか、ほんのうっすらと。
さあ、ボディバッグが綺麗なんですよ、ほら、ね、これちゃんと品よくトラメ入ってるし素敵ですよ。サイドサイドもね、激しいトラじゃないんだけど品よく入ってます。こっちもサイド、サイドバッグ綺麗だね。はい、そしてこちらが、まあ、多分当時のものだと思うんですけど、ハードケース、これもまあまあ、ほら、まあまあ綺麗です。例によって新越シリコーンで仕上げました。はい、なんかこんな感じ。はい、当時のね、まあハードケースです。さあ、そしてこの先ほど言いましたけど、この非常に凝った作りのピックガード、この年代でここまで凝ったのはなかなかないと思います。本当に本家を超えるんじゃないかとぐらいの感じなんですよ、本当に。で、たまたま今日ね、まだ仕上げてないんですけど、こちらに田原楽器のあのジャンボ、これ G50 です。当時50,000円、これ多分ね後付けなんですよ。で、あのピックガードがこの汎用の、これ見てください。これも一緒、ハトでしょ。でも全くデザインが違うっていうところ分かります？ほら、全然違うでしょ。そしてよく見るとこれただね、なんとなく塗装しただけで立体感もないんですよ。でもそれに対してこっちはもう貝使ってるっていうね、めちゃくちゃ凝ってるピックガードがついてるところが当時のこのグレコの本気度が伺えますよね。はい、どうでしょうか。もう約50年前なんですよね、47、8年前。まあそう考えるとまあまあ程度いい方だと思いますよ。まあ、小傷とかあるし、まあ、あとここが残念なんだよね。この多分セメダインかなんかつけたんでしょうね、この接着剤の後。さあ、問題は弦高ですよね。6弦の12フレット上で約ですけど低いですね、 2.2。 これちなみにね、あの来た時結構弦高あったんですよ。ここ削りましたんで、限界近く、ドットも左右まで回りましたね、まだまだね。さあ、そしてナット幅ですね、約ですけど42です。そして握りは、まあ、この頃のやつでほとんどこう C ですね、こう綺麗にこう山形っていうかね。はい、じゃあ早速音聞いてみましょうよ。まず開放弦で、響く。弦はいつものようにエリクサーのカスタムライトです。サウンドホール上でブリッジより、ああもうね、ほんとメイプルらしい固めの反応のいい感じの音。これ当時あれでしょう、70年代前期でしょう。よくここまで再現しましたよね。確かにギブソンっぽいっちゃギブソンっぽいんですよ、そのダブっぽい。あの力強さと綺麗さもね、キラッとした感じもありますね。柔らかいソフトのピックで弾くとキランと、あ、ほら全然違う、また。素晴らしいなこれ。あの本家のね、ギブソンのダブっても今もどんどん高いですもんね、本当に。これだと気楽に買えるもんな。でもうこれもう傷もあるから、もうガンガン逆にね、ガンガン使ってもらったら面白いかもね。でも当時の日本の職人さんが、頑張ってこう見事にコピーしたんですよね。でもここまで来るともうコピーモデルというよりレプリカといった方がいいかもね、本当に。素晴らしい。さあ、じゃあこちら、あの先ほどの当時のね、ハードケースが付いてると思うんですけども、お値段が税込みで39,800円です。よろしくお願いします。今日も最後まで見ていただきまして
ありがとうございました。大丈夫。あなたにはギターがあります。